台風15号最新情報をお伝えします。台風の現在の位置と今後の予想進路です。台風ですが、今日の午後3時現在、室戸岬のこちらですね、南南東およそ170キロの位置に中心があります。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートルです。この後東寄りに進路を変えて北上してきます。今夜遅くには三重県、紀伊半島三重県にかなり接近します。そして明日の夕方には伊豆半島にかなり接近して、その後東へ進み温帯低気圧に変わっていく予想となっています。ではひまわりで雲の様子です。今回の台風15号の特徴は、中心の北側から北東側に活発な雨雲があるということになります。では現在の雨雲の様子です。現在見ていますと、特に愛知県中心に激しい雨が降っている状況です。愛知県内では30ミリから50ミリクラスの激しい雨降っているところもあり、道路の冠水などこの後も注意を続けてください。そして今後岐阜県などにもこの活発な雨雲が流れ込み、より今よりもより雨が強まる恐れもあります。また三重県、一旦雨弱まっているところもありますが、まだ南の海上に次の雨雲が控えていますので、また雨が強まる心配もあります。雨雲全体は北上しているんですが、全体的に見れば少しずつ東へと位置をずらしていきますので、今後静岡県内でも雨が強まるということもありそうです。予想される雨の量です。この先24時間ですが、黄色は100ミリ以上、そしてオレンジ色は150ミリ以上になります。三重県や静岡県ではまだ150ミリ前後の雨が降るところがありそうです。道路の冠水以外では土砂災害、また河川の増水などにも警戒を続けてください。そして関東地方、こちら北部中心に雨、まとまった雨予想されていますが、関東南部も明日の午前中は強い雨に十分に注意してください。この後の雨と風のピークの予想になります。今回の台風では暴風クラスの風は予想されていませんが、強風注意報クラスの風は明日の朝にかけて近畿南部から東海エリアで、特に沿岸部で強い風が吹き荒れそうです。近畿南部、和歌山県やあと東海地方の三重県では、この後夜遅くにかけて、強い雨が降りやすく、東海地方、特に静岡県などでは明日の朝にかけて、強い雨に注意してください。関東は明日の午前中が中心です。関東南部でも急な強い雨の強まりにお気をつけください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。